あらゆる宗教の誕生には謎に包まれた部分がある。ゾロアスター教の開祖とされるザラスシプラもまた、謎に包まれた存在だ。ザラスシプラが開祖なのにゾロアスター教なのかい？言語に近い表記では、ザラスシプラ、となるが、日本をはじめいくつかの国では、ゾロアスター、という名称が定着している。言語が変わると発音や綴り字が変わるもんね。カール、シャルル、チャールズ、などはその代表例だな。それぞれドイツ語、フランス語、英語だね。ゾロアスター教はユダヤ教などと並び、古代から現在まで続く宗教だが、いつ頃から存在しているのかわかっていない。確実にわかっているのはゾロアスターが創始した宗教であるということだ。ゾロアスターが創始したことがわかっているのに、どうしていつ頃から存在しているかわからないんだい？ゾロアスターがいつ生まれたかわかっていないんだ。その生年は紀元前1200年頃から紀元前600年までの間と言われている。紀元前1200年と紀元前600年じゃ世界がまるで違うじゃないか。今から600年前だったら室町時代になってしまうしな。ゾロアスターの話をする前に、アーリア人の話をしよう。はい、なんでアーリア人？君はアーリア人仮説を知っているかね？ドイツ第三帝国が悪用した理論だっけ？大元はイギリスの学者ウィリアム・ジョーンズの比較言語研究から生まれたと言える。18世紀後半、ジョーンズはインドにおいてサンスクリット語の研究をしている中で、古代ギリシア語やラテン語に似ていることを発見した。インドの言葉とヨーロッパの言葉が似ているというのかい？ジョーンズはインドの言葉とヨーロッパの言葉は共通の祖語を持つと主張した。それをトーマス・ヤングという学者が支持し、インド・ヨーロッパ語族という言葉が生まれた。世界史で最初に習う用語の一つだね。この仮説はいつしか常識となり、ドイツの学者であるマックス・ミュラーは、その共通の祖語を持つ存在をアーリア人と名付けたのだ。それがアーリア人仮説なわけだね。このアーリア人仮説は後にアーリア人種優越論を生み出し、ドイツ第三帝国が悪用するのだが、その部分は今回の動画とは関係ないので割愛する。じゃあなんでアーリア人仮説の話をしたんだい？ゾロアスター教はアーリア人の宗教から生まれたという説があるんだ。ほう、アーリア人の宗教とな。アーリア人はもともと多神教の文化を持っていたと推定されている。代表的な神々はミスラ、バーユ、アナースターなどだ。バーユってヒンドゥー教の神様じゃないの？ゾロアスター教とヒンドゥー教は共にアーリア人が作った宗教だという説がある。ヒンドゥー教はバラモン教を母体としており、バラモン教はインドに侵攻したアーリア人の宗教だったと推定されている。ちょっとよくわからないんだけど、アーリア人はヨーロッパからインドにかけて広い地域に住んでいたのかい？北インドからペルシア、ヨーロッパにかけて広く住んでいたとされるが、それは確定的事実というわけではなく、アーリア神話、と呼ばれることもあるな。ただ、インドのアーリア人とペルシアのアーリア人は共通の祖先を持っている可能性は高いとされる。その根拠が宗教なわけだね。ペルシアにおいて広く信仰されていたミスラは、ヒンドゥー教の神ミトラと同一視される。古代ギリシアのゼウスと古代ローマのユピテルのような関係だね。もともとペルシアではミスラやアナースターなどの神々が広く信仰されていたと見られるが、ある時からその対象がアフラマズダに変わった。ある時？ゲルマン人と並んでローマ帝国最強の敵だったササン朝ペルシア帝国の帝王アルデシールは、3世紀にゾロアスター教を国教にしたのだ。だが国教にする前からペルシアでは広くゾロアスター教が信仰されていたと見られ、有名なベヒスプーン碑文にはすでにアフラマズダの名前が見られる。アフラマズダというのはゾロアスター教の神様なのかい？そうだ。そしてゾロアスター教以前にはその存在が確認できていない。ベヒスプーン碑文というのはいつ頃の時代のものなのだい？紀元前522年から紀元前486年までペルシア帝国の大王だったダレイオス1世が残したとされる碑文だ。つまりその頃にはすでにゾロアスター教は存在していたということだね。なのでゾロアスターは遅くとも紀元前6世紀には生まれていたと推定されているわけだ。でも紀元前1200年頃という説もあるわけだね。その説は言語学及び社会文化学の見地から主張されているようだな。
ゾロアスター教の聖典であるアベスターとリグベーダのサンスクリット語の間に言語的な類似性が見られるとのことだ。ちょっと何を言っているのかわからない。ヒンドゥー教の聖典であるリグベーダは紀元前1500年から紀元前1000年の間に成立したと見られている。アベスターが完成したのはその年代の近くの可能性があるのだね。アベスターの原点はかなり特殊な言語が使われていたようで、アベスター語と呼ばれている。メアリー・ボイスという学者によれば、古アベスター語とリグベーダに使われているサンスクリット語に言語的類似性があるそうだ。古アベスター語？新アベスター語もあるということだ。アベスターはアベスター文字と呼ばれる特殊な文字で記されているのだが、当初アベスターは口伝で伝えられており、おそらくはアベスターを記録するためにアベスター文字が開発されたと見られている。わざわざそのために文字を開発したというのかい？アベスター文字はもともと存在していたパフラビー文字を元にしていると見られており、そのパフラビー文字は古代オリエントの国際言語だったアラム文字を元にしていると考えられている。トッケス文字やソグド文字、満州文字にモンゴル文字などもアラム語が大元なんだったね。このようにゾロアスターの青年は紀元前1200年から紀元前600年までとかなり広い範囲が推測されているわけだ。そうなるとゾロアスターなる人物が実在したのかどうか疑問だな。ある人物を実在したと証明するのは難しいが、個人的にはゾロアスターは非常に高い確率で存在していたと思うぞ。何か根拠があるのかね。そのあたりも含めてそろそろゾロアスターの生涯について見ていこうか。ゾロアスターの生涯についてわかっていることは多くはない。まあ生まれた年もわかっていないぐらいだしね。ゾロアスターはペルシアにて、神官の家に生まれたと見られている。フランス革命前のアンシャンレジームで言ったら第一身分だね。いつから近代化は争いがあるが、当チャンネルではフランス革命以後としている。その要因の一つに政教分離がある。欧州の歴史で言えば、近世でさえも宗教勢力が特権的に大きな力を持っていた。革命前のフランスではキリスト教勢力は非常に広大な土地を持っていたんだったね。それどころかブルボン王朝の宰相だったリシュリューやマザランが枢機卿だったように、宗教勢力が国家権力に食い込んでいた。神権政治とはローマ時代の歴史家フラウィウス・ヨセフスの造語だとされるが、古代世界において、ほぼ全ての国が神権政治的な側面を持っていたと言える。ローマの英雄ユリウス・カエサルでさえローマの最高神議官だったね。最高神議官の地位はそれほど権力は大きくなかったが、インペラトールやプリンケプス、そしてカエサルの名と共に歴代ローマ皇帝に受け継がれていった。宗教色の鬱蒼なローマでさえその感じだもんね。日本でもシャーマンとおぼしき卑弥呼様が大きな力を持っていたようだし、古代オリエントや古代インド、古代エジプトでも神官勢力は非常に大きな力を持っていた。現存が確認される最古の中華国家院も神権政治的な部分があったんだったね。そのような中ゾロアスターは特権階級の家であるスピターマ家に生まれたという。古代アーリア人の社会では、神官勢力が最も社会の上級に位置し、戦士階級、平民と続いたと見られる。あれ、どこかで聞いたような話だぞ。おそらくカースト制度の源流であると見られている。カースト、という言葉はポルトガル人が名付けた名称で、正式にはこのような厳格な身分制度をバルナ、あるいはジャーチ、というわけだが、おそらくバルナやジャーチはアーリア人がインドに持ち込んだものと考えられている。じゃあ古代ペルシアでも厳格な身分制度があったんだね。おそらくだがな。ベヒスプーン碑文において、ダレイオス一世が自らをアフラマズダの石によって王の座にいるとしたのはそのような背景もあるのだろう。まるで王権神授説だね。自らを神の化身とするかそれとも神から政権を授けられたとするか、啓蒙思想が出てくるまでは、いずれかの為政者が多かった。フランス革命は啓蒙思想の影響を大いに受けていたね。だがゾロアスターはなぜか二十歳の時に家を出て放浪の旅に出たらしい。お釈迦様にも似たような話なかったっけ？ブッダは釈迦族の王子だったがある時家族を捨てて修行の旅に出たと言われているな。仏教はバルナ制度への批判から生まれたとも言われているが、ゾロアスター教も既存のアーリア人宗教の批判から生まれたと言える。
キリスト教もユダヤ教のパリサイ派への批判から生まれたと言えるね。宗教というのは既存の支配的な何かを批判するところから生まれることが多いのかもな。そういう考え方は多くの人に支持されやすいのかもね。ゾロアスターが存在すると私が思う理由に、アフラマズダ、の存在がある。おそらくアフラマズダという存在は、ゾロアスター教の誕生と共に生まれた。ゾロアスターが作り出した神ということかい。その点に関してはノータッチで進める。アフラマズダのアフラ、はアスラ、と同語源ではないかと言われる。アスラって顔や手がたくさんあるやつかい。アシュラの語源もアスラだと言われているな。ヒンドゥー教、仏教、ゾロアスター教には共通語源の存在がいるんだね。アスラにはもともと、シュ、の意味があり、マズダには、ジェー、の意味があったと見られる。ミスラはミトラと同一視されており、アナヒーターはサラスバティと同一視されるが、アフラマズダは特にアスラとは同一視されない。いろいろ質問したいけどとりあえず先に進もう。ゾロアスターはどうやらペルシアにて様々な部族に自分の教えを広めようとしたのだが、あらゆる部族からつまはじきにされてしまったようだ。孔子にも似たような話があったね。孔子にはたくさんの弟子がいたようだが、ゾロアスターにはマドヨーイモーン派といういとこしか弟子がいなかったようだ。聞いているだけで心が折れそうになる。ところが42歳になった時に転機が訪れる。カウィ・イースタースパという人物がゾロアスターの信者となったのだ。一体何者だい？ナオタラ族の王だったらしい。ウィースタースパはアーリア人神官をことごとく追放し、ゾロアスターを強要したという。よく神官勢力を追い出せたね。ゾロアスターはその後宮廷にて活躍し、最小フラシャオシュトラの娘と結婚。だが追放されたアーリア人神官勢力は、他の部族のアーリア人神官と共にウィースタースパの国に攻め込んだ。宗教戦争が起こってるじゃないですか。ウィースタースパは多大な犠牲を払ってこの攻撃を跳ね返し、また攻めてきては跳ね返してを続けた。ゾロアスターは77歳で死んだとされる。そしてその死後娘婿のジャーマースパが後継者になったという。終わりかい？ゾロアスターの生涯については終わりかい？基本的にゾロアスターの生涯について分かっているのはこれぐらいだ。アベスターによれば、ゾロアスターはペイシュダード王朝のマヌシキフル王の12代子孫にあたる、ポルシュアスパの息子であるという。全然ピンとこないけど、王族の出身なんだね。同じくアベスターによれば、ゾロアスターは冥王府会において、アフラマズダが特別に創造したフワルナフがゲーティーグ界で人間の女性の母体に降下して生まれたのだという。ちょっと何言ってるかわかんない。冥王具界というのは霊的な世界で、ゲーティーグ界というのは物質的な世界、つまりは現世のことを言うのだという。ゾロアスター教では物質的な世界と霊的な世界を分けるんだね。このような二元論はゾロアスター教にとって非常に重要な部分であると言える。善の神アフラマズダが、最終的には悪の神アンラマンユに勝利する。これがゾロアスター教の様子となる。正義は勝つ。こう言うとゾロアスター教はアフラマズダとアンラマンユの二神教のように聞こえるが、実はミスラもアナーヒターもゾロアスター教では神扱いされている。そしてその上でアフラマズダが最も崇拝に値すると主張したのだ。ゾロアスター教は多神教なわけだね。キリストと呼ばれるナザレのイエスは、ユダヤ教の神であるヤハウェを崇拝の対象とした。なので神官階級の人々からは反感を買ったが、人々に受け入れやすかった面もあったと言える。でもゾロアスターは今まで誰も知らなかったかもしれない神様を信仰の対象としたわけだね。キリスト教と違い、ゾロアスター教がどのように、そしてどれだけ広まっていったかはよくわかっていない。そもそもいつ誕生したのかもわかっていないぐらいだしね。わかっているのはアケメネス教の帝王がアフラマズダの名を出したことと、ササン朝ペルシアの国教になったこと。国教になるってよほどのことだよね。ゾロアスターの死後、どうやらゾロアスター教は大きな方向転換をしたらしい。どうやら生前ゾロアスターは他のアーリア宗教の神々を認めていなかったようだ。アフラマズダとアンラマンユしか認めなかったのかい？アンラマンユは倒される存在なので、実質的にはアフラマズダだけを信仰の対象と考えていた節がある。
だが具体的な時期はわからないが、おそらくは広く信仰を集めるためにアーリア宗教の神々を認めた。そうすることでミスラやアナーヒターの信者にもゾロアスター教を広めやすくなったんだろうね。ゾロアスター教の中核は、ヤスナと呼ばれる呪術的儀礼にあった。その中でも、ガーサー、と呼ばれるゾロアスターが作ったとされる陰文は最重要視されており、最も霊力が高く、儀式の中心で栄称されるべき聖樹とされた。呪文を唱えながら儀式を行うのだね。そしてそこに、ヤシト、が加わることになる。ヤシトはアーリア宗教の神々に捧げるもので、全21巻のうち5巻はアナーヒターに捧げられている。アナーヒターは特に人気が高かったんだね。水を司り、豊穣をもたらす女神だからな。さて、このヤシトの存在は、ゾロアスター自身が作った教義との間で難しい問題を抱えた。難しい問題とな？ゾロアスターはアフラマズダの下には6つの節の精霊がいるとした。一方でアンラマンユの下にも対になる6つの存在がいるとした。これらの存在はしばしば天使と悪魔だとされるな。天使と悪魔の存在が問題なのかい？6つの節の精霊はアフラマズダの下に置かれるわけだが、他のアーリア宗教の神々を認めた場合、その関係性はどうなるのか？どうなるんだい？結論を言えばアーリア宗教の神々は6つの節の精霊のさらに下に置かれた。アフラマズダよりも随分下に置かれることになったねー。それでもアーリア宗教の神々への信仰を認めたことにより、ゾロアスター教は広まっていったようだ。だが時代を経るにつれて、様々な面に齟齬が生じるようになる。ほう、一体どのような齟齬が生じたというのかね。最後の審判、と呼ばれる概念がある。ルネサンスの天才ミケランジェロがバチカンのシスティナ礼拝堂に描いた絵画が有名だが、発祥はゾロアスター教だと見られている。それが齟齬とどうつながるのかね。果たしてその終末はいつ来るのか。終末とな？宗教という存在は死んだ後にどうなるのかという疑問に答えを出す。ゾロアスターは死後において、二つの審判が下ると主張した。二つ？一つは個人の死、もう一つは世界の終末だ。ゾロアスターは世界の終末をそれほど遠くない時期に起こると考えていた。でもゾロアスターが死んだ後にも世界の終末は来なかった。この点はゾロアスター教の教義において非常に重要な点であった。ゾロアスター教において、死者の肉体が滅んだ後、霊魂は4日後に天界に赴くことになっている。肉体の世界と霊魂の世界が別なんだったね。なおゾロアスター教では遺体を火葬も土葬もせず、太陽に晒し、鳥に食べさせた後、ダフマと呼ばれる横穴に骨を放り込む。これは古代アーリア宗教の自然崇拝の影響を受けていると言われている。遺体の埋葬方法はその宗教の特色がある意味最も出る部分だよね。そのことからもわかるように、死と宗教はある意味不可分だ。さて、霊魂は天界に向かうわけだが、その途中で神話との橋を渡り、生前の善行と悪行を図ることになる。古代エジプトの死者の書にも、死者の裁判で生前の悪行を天秤で測る話が出てきたよね。生前の行いで死後が決まるという話は、世界中の宗教で見られる。ゾロアスター教では善行が多ければ天界に行けるが、悪行が多ければ地獄へと落ちていくことになる。天国と地獄の概念があるんだね。これが先ほど述べた個人の死後の審判だ。そして世界の終末においては、地底から溶岩が噴き出し、善人にはそれがまるでミルクのように感じられるが、悪人はその苦悶に泣き叫ぶという。善人は何も恐れる必要がないわけだね。そしてアフラマズダが勝利し、悪神アンラマンユは無力化され、世界は至福の時を迎えるのだという。それがゾロアスター教における最後の審判なわけだね。ところが世界の終末が一向に来ない。その上ゾロアスターの弟子の世代も死に、指導者問題が起きたようだ。どの宗教でもこの壁にぶつかるよね。そこで考え出されたのが、救世主思想、だったとされる。ゾロアスター教では、ゾロアスターの死後1000年ごとに3人の救世主が現れ、ゾロアスターの死後3000年後に現れるサオシャントは、悪を滅して世に幸福をもたらすとされた。問題なのはゾロアスターがいつ生まれたかわからない点だね。
なおサオシャントは諸女解体によって生まれ、ゾロアスターの血を引いているという。諸女解体によって救世主が生まれるというのは、ユダヤ教の救世主思想は、ゾロアスター教の影響を受けたと見られている。じゃあイエスが諸女解体で生まれたという話も、イエスがキリストであるためには、母マリアの諸女解体は重要だったと言える。詳しくは、聖母マリア、を見てね。最後の審判に救世主思想など、ゾロアスター教はユダヤ教やキリスト教に大きな影響を与えた宗教なのだ。さて、このあたりで再びゾロアスターの名称問題に戻る。ゾロアスター、というのは結局何語なんだい？古代ギリシア語に由来があると言える。原義で言えば、ザラスストラ、という発音が近いようだが、古代ギリシア語では、ゾロアストレス、と発音したようだ。古代ギリシアっぽいね。現在確認されている限り、古代ギリシアの資料にゾロアストレスが出てくるのは紀元前5世紀のことだ。残念なことに、ゾロアスターがゾロアスター教を開祖してから古代ギリシアの資料に出てくるまでの間を埋める資料は未だに発見されていない。ゾロアスター教がどのように広まったのかは謎に包まれているんだね。手がかりはアベスターとベヒスプーン碑文ぐらいだからな。そういえばベヒスプーン碑文のダレイオス一世はペルシア戦争を起こした人物だったね。そこにアフラマズダの名が出てくるということは、ペルシア戦争が始まった時すでにゾロアスター教はかなり広まっていたと見られる。ただ、アケメネス教ペルシアは宗教的には寛容政策を行ったため、ゾロアスター教の国教化はしなかったようだ。バビロン捕囚からユダヤ教徒を解き放ったのはペルシア帝国だったね。ユダヤ教はその時、紀元前538年に誕生したと歴史的にはされているな。バビロン捕囚から解放されたユダヤ人の中にはパレスチナに戻った者も多く、アケメネス教ペルシア帝国領内ではゾロアスター教徒とユダヤ教徒が併存していたことになる。後の歴史を考えるとなんだか不思議だね。ゾロアスターを保護したウィースタースパの王国は、ペルシアで支配的になったわけではなさそうだ。この国がいつ滅びたのかは不明だが、ペルシア帝国のように覇権国家になったわけではなかった。宗教が広まるには、国家的な後ろ盾が必要だろう？キリスト教を国教化したローマ帝国はその最たる例だな。あるいはイスラム帝国のような例もある。国家の後ろ盾というよりも宗教勢力そのものが国を建てたという点でイスラム教は特別だと言えるね。だがどうやらそのような強力な後ろ盾も国もない状態で、ゾロアスター教は存続していたようだ。思えば初期のキリスト教は何の後ろ盾もないどころか、ローマから弾圧され続けたのに続いていたね。宗教と言えるかはさておき、儒教も統一中華帝国となった秦から弾圧されても存続した。さて、このあたりでゾロアスター教の聖典とされるアベスターについて触れよう。アベスターが編纂され、成文化されたのは、3世紀のササン朝ペルシア帝国でのことだったとされる。ゾロアスター教が成立してから随分と先のことだね。ややこしい話だが、アベスター自体はそれより以前から存在していた。だがどうやらササン朝の段階ですでにアベスター語は失われし言語であったようだ。数百年前の言葉ってわからないもんね。その失われし言語は、アベスター以外に幼霊が見つかっておらず、アベスター語と呼ばれる。この言葉が一体いつどこで使われていたかは先ほども触れた通り議論があるところだ。リグベーダに使用されている言語と近いんだっけ？メアリーボイスという学者はそう主張しているな。アベスター語はゾロアスターが作り上げたガーサーに使われていることから、ガーサー語とも呼ばれ、さらにコアベスター語とも呼ばれている。随分呼び名が多いんだね。だがその内容の全てがゾロアスターのものではないと考えられており、弟子や信者たちによって付け加えられたと考えられている部分は新アベスター語と呼ばれる。このあたりいろいろややこしいので、以降、アベスター語で統一させてもらう。イェイ！アベスター語がいつ成立したかはゾロアスターの青年同様わからない。おそらくその二つは密接に関係しており、片方が分かればもう片方の謎を解く大きなヒントになるだろう。アベスター語は古代ペルシア語とは違うのかい？言語学的に見るとおそらく共通の祖語があり、密接に関連しているが、違う言語であるらしい。ササン朝ペルシア帝国では、
中期ペルシア語とも呼ばれるパフラビー語が広く使われていた。そこでアベスター編纂に際して、パフラビー語の中をつけたのだ。当時で言えば現代風の解説を加えたわけだね。アベスターの編纂は国家的事業であった。アベスターを成文化するためにアベスター文字が開発されているぐらいだ。ちょっとよくわからないけど、アベスター文字というのはアベスター語の文字なのかい？文字のない言語、というのは歴史上多数存在していた。アベスター語もそうで、アベスター語が成立してからずっと後にアベスター文字が作られたのだ。そういえばアベスターの内容はずっと口頭で伝わっていたのだったね。なおアベスター文字は中期ペルシア語ことパフラビー文字を元に作り上げたようだな。結果全21巻からなるアベスターが完成した。ゾロアスター教が誕生してから聖典が出来上がるまでにかなり長い時を要したんだね。イエスの処刑から新約聖書が確立するまでに300年以上の時を要したが、ゾロアスターの死からアベスターが聖典として確立するまでには、さらに長い時間を要したと言えるな。詳しくは、新約聖書の誕生、を見てね。だがゾロアスター教がペルシアでの覇権を失うのにそこまで長い時間を要しなかった。人類史のビッグインパクトであるイスラム教の波に飲み込まれたのだ。ササン朝はイスラム帝国に滅ぼされたのだったね。イスラム帝国は、イスラム教への改宗を強制したわけではない。基本的にイスラム国家では人頭税さえ払えば信教の自由は保障される。十字軍がエルサレムを占拠した時、エルサレムには多数のユダヤ人やキリスト教徒がいたね。ササン朝ペルシア帝国の創始者であるアルダシールは、ゾロアスター教の神官であったと言われる。ゾロアスター教の神官勢力はササン朝内で大きな力を持っていた。それでイスラム国家になったらどうしたんだい？イスラム教に改宗した者と、イスラム教に反抗した者に分かれた。ペルシアの各地でイスラム帝国に対するゾロアスター教徒の反乱が頻発した。結論から言えば反乱は次々とイスラム勢力によって鎮圧され、イスラム教に改宗するゾロアスター教徒は増えていった。ペルシアはイスラム化していったわけだね。だがゾロアスター教が完全に滅んだわけではない。ササン朝ペルシア帝国滅亡以前からインドに居住していたゾロアスター教徒や、イスラム帝国占領後、インドに拠点を移したゾロアスター教徒は、現在でもその信仰を守り続けている。千年以上も信仰を守り続けているのだね。パールシー、とも呼ばれており、世界的に有名なロックバンド、クイーン、のボーカリストであるフレディ・マーキュリーの両親はパールシーであるという。クイーン、フレディ・マーキュリー。一方ゾロアスターの存在は欧州にて伝説化していった。中でも有名なのはフリードリヒ・ニーチェの表した、サラプストラ若く語り、であろう。神は死んだ、という文章が登場する書物だね。やがてサラプストラはドイツにおいてアーリア民族主義的英雄となっていく。サラプストラというのはゾロアスターのドイツ語読みだね。ドイツ第三帝国のヒューラーは、アーリア人の伝統的象徴を用い、古代アーリア民族の英雄としてのサラプストラを確立しようとした。ヒューラーはアーリア人をドイツ民族の祖だと考えていたんだっけか。ゾロアスターの実像を探るのは難しい。伝承によれば、栄光のフワルナフの地上降臨を感知した邪悪な神官たちは、ゾロアスターの誕生を阻もうとしたという。なんかどこかで聞いたような。しかしアフラマズダによって邪悪な神官たちの目論みは失敗に終わり、ゾロアスターは交渉と共に生まれたという。ゾロアスターは生まれた時泣かないで笑ったのか。ゾロアスターは30歳の時に大天使ワフマンに出会った。そしてワフマンの導きでアフラマズダと開口し、己の使命に目覚めたのだという。ゾロアスターがいつ生まれていつ死んだのか。それを知っている者はいない。だが確かにゾロアスター教は存在し、多くの宗教に影響を与えた。ユダヤ教やキリスト教に与えた影響も大きいが、特筆すべきはマニ教に与えた影響であろう。マニ教？マニ教はゾロアスター教の影響を受けてササン朝ペルシアで誕生した宗教で、ササン朝ペルシアでは弾圧の対象となるもその後東方に伝わり、白蓮教に大きな影響を与えた。白蓮教といえばモンゴル帝国相手に大規模な反乱を起こしたね。そのような反乱者の中に民を建国する朱元璋がいた。詳しくは、朱元璋、を見てね。
ゾロアスター教は西域を通って中華に伝わり、建教、もしくは廃家教、と呼ばれた。だが唐の時代に起きた宗教弾圧政策である海嘯の廃仏において、マニ教と共に禁止となってしまう。このことによって中華領域におけるゾロアスター信仰は実質的についえたが、マニ教は地下で信仰を続けた者がいた。そして玉蓮教に影響を与えたわけだね。このようにゾロアスターの起こした宗教は、広く歴史に影響を与えたと言える。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。